おはようございます。釣り子 TV です。先日ご紹介したですね、メガバスのナノシグレね、あれとはねまたちょっと名前が違うんですけども、GH ハルゼミっていうねことで、こんなねルアーが釣り具屋さんに並んでいたんで、買ってきました。あー、モンは一緒だと思うんですよね。でこちらはもうちょっとマス類とかを意識した、渓流とかを意識した、そういった仕様なのかなと思って、まあ1個持ってるからいいじゃないなと思ったんですけど、実はねナノシグレを買う時もこういうちょっとピンクバックのカラーが欲しくてね探してたんですけども、なくて、でチャート系のカラーを買ったんですね。でよくよくいろいろ見たら、あ、こっちのね GH ハルゼミっていう方にピンクのカラーあるじゃないと思ってね、早速手に入れたんですけども、パッケージがねこんな感じでちょっと違うんですよね、先日の、ナノシグレとですね、こんな感じのパッケージで、この裏にはまあびっしりとね説明書きが恒例のありますが、早速ねどんなルアーかねちょっと出してみたいと思います。はい、早速ねケースから出してみました。色ですね、こんな感じこんな感じね、裏もピンクで、裏はねちょっとクリアがかったピンクで、背中はなんていうかべったりとしたピンクっていう感じで、まあこの手の小型のルアーで遠くにやっても視認性がいい色がいいなと思って、で実はね先日釣れなかったんですけども、ナノシグレの方はね実際に、野池で投げてきて、この小型ボディなんだけどね、めっちゃくちゃね定点保持して波紋出してくれるんですよね。こう羽が抵抗を受けてパタ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 ってその場でね一点シェイクして、で魚も何回か出たんですけども、ちょっとね小バスで乗せられずっていうところで、まあそんな感じで、まあさすがにね重さは軽いので飛ぶかっていうとそんな飛ばないんですけども、ただ見えバスとかにねやっぱりこういう視認性がいい色で的確なところにね、投げてそれで食わせたいなっていうふうに思って、これね、GH ハルゼミの方にはこんな目立つピンクカラーがあったんで、買ってみました。いやー、まあこんな感じですね。ダブルフックがついていて、でこっち側に糸を結ぶので、こう掛け重視のセッティングに最初はねなってますね。でちょっとなんか障害物乗り越えさせたいなんて時は、すぐ手元でねこんな感じで、なんだろう、こっち側に糸が結ばれるんで針の方向とかね、変えたら障害物とかもスススススってね、乗り越えやすくなるんじゃないかななんていうふうに思います。このボディに対してダブルフックですけど、ちょっとね大きめのサイズがついているんで、まあ刺さりは抜群なんですけども、これを向きに変えたことによって極端に腹筋が悪くなるっていうことはね、ないんじゃないかななんていうふうに思いますんで、自分の使うポイントの状況に合わせて、フックの向きなんかを、チェンジしてみてはどうでしょうかね。はい、でこれねハルゼミなんですけども、裏にね説明が書いてあって、これナノシグレとちょっと違うと思うんで見ていきたいと思います。わずか2センチほどの GH ハルゼミは世界最初のインセクトルアー、フライフィッシングによるドライフライの釣りでは流すゾーンを外してしまうとアマゴやイワナはバイトしませんでした。GH ハルゼミはドリフトするコースを多少外れてもわずかなラインテンションで自らハイピッチ波動を発生、警魚たちがスポットから離れた場所から GH ハルゼミをめがけてチェイスアタックする様は圧巻の一言です。連れ切ったエリアゲームでもニュートラルなトラウトを強制的にサーフェイスプレーダーに変える特別な刺激を放ちますということで、23.8mm で重さは 1.7g だよ、フローティングだよみたいなことがこの裏に切々と書いてあります。はい、というわけでね GH ハルゼミね見てきましたけども、まあナノシグレのエリアトラウトとかそういったところで、あと渓流とかそういったところでね使う
ルアーなのかなという感じですけど、自分はまあ、 あのブラックバスで使おうかななんて思ってね購入してみました。まあここら辺でハルゼミとナノシグレ合わせていろいろなカラー展開がねあるかと思いますので、お気に入りの1本を見つけてみてはいいんではないかななんていうふうに思います。まあ直近でもねちょっとこれを使いたいねフィールドに行く予定があるので、なんとかね春ゼミなかなかすごかったですよみたいなね動画が撮れればなっていうふうに思うんですけども、ご期待ください。まあ何してもね本当この最小サイズのこの感じですよね。これはまあちょっといろんなところからいろいろなねこういった、ソフトな羽がついたセミルアー出てますけどね、いけてるんじゃないかななんていうふうに思います。はい、というわけで、本日の釣り GO TV はこちら、メガバスからね出ているですね GH ハルゼミ。この GH ってのは多分グレートハンティングのことだと思うんですけどね、昔のあのマスとかでね使っていたブランディングの屋号 GH、グレートハンティングじゃないかななんて予想します。はい、釣り GO TV でした。また会おうぜ。